大阪方の先鋒を蹴散らし、勢いに乗る東道軍は長宗我部軍の本陣へと迫っていた。これに対して長宗我部盛親は騎兵もすべて下馬させ、包みの陰に伏せさせた。お前らまだ立つんじゃねえぞ。今はこらえろ。まだ伏せるんだ。立ち上がれ。かけろ。俺に続け。霧の中突如姿を現した長宗我部軍の奇襲に対して東道軍はなすすべがなく、多くの重心を失った上、総大将の東道高虎すら逃げ惑うほどの大混乱に陥った。俺は必ず土佐を取り戻す。こんなところで負けてたまるか。終わってたまるかよ。